はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温32度、水温27度でした。今日もとってもいい天気でめちゃくちゃ暑かったです。向かった先は茅山島方面。元気なサンゴとたくさんの魚たち、地形もとっても面白いエリアなんですが、今日は小さな生物を中心にじっくりと写真撮影に励んでいただきました。マンツーマンのカメラチーム、自分の思うがままに被写体と向き合っていただきました。小さな石垣カエルウオの赤ちゃんが増えてきました。目がキョロキョロしてとっても可愛いです。こちらはツツミズタというソフトコーラルの仲間のサンゴが産卵しています。白い粒々が卵なんです。はい、こちらはマクロ派ダイバー界隈では有名なユキンコボウシガニです。チャツボボヤを頭にかぶって擬態しているカニです。普段はじっとしているので本当に見つけづらいですが、目が慣れてくると自分でも見つけられるようになります。なんかヘルメットを頭にかぶってるみたいでとっても可愛いんですよね。頭のヘルメットが重いせいか歩くのもよち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 と、そこがまたたまりませんね。ちなみにユキンコボウシガニというのは通称で、正式には小笠原カムリという標準和名がついております。まあ僕はユキンコボウシガニの方が名前と見た目がマッチしてると思ってるので、そっちで呼んでいます。海の中っていろんな生物がいて本当面白いですよね。ということで今日はこの辺で、また次回もお楽しみに。バイバーイ。